ちょっとまあ今日初めてこういう場に出てるっていうこともあって、ひろこさん、まあ、司会ですけれども、同じような質問をちょっと聞きたいんですけども、はい、思春期っていうのは最初にどういう時に気づかれました、自分が。やっぱり小学校、皆さん同じぐらい、小学校5年ぐらいの時に、なんか、あれ女の子好きだなみたいな、やっぱ普通に、自然に思って、うん、でも男の子も女の子も、まあなんか両方好きだったんですね。うん、でもなんかはてなだったんですよ。うん、でやっぱり小中ぐらいまではそんなに悩んでなかったんですけど、女子校に行ってもうそうだって思ったんですけど、そうそう、なんだけど女子校の時になんかひと夏の恋がありまして、何女の子と恋があったんですけど、なんだけどそれは本当に特別、ひと夏のってどういう、いやいや、もうこれ以上は聞かない。なんでその女の子はなんか彼氏がいたんだけど、なんかその夏だけ私と燃え上がっちゃってみたいな感じ。彼氏には内緒で、内緒で内緒で。でも彼氏に戻っちゃったの？戻っちゃった。ひどいでしょ振られちゃったの。そう、まあそんなこともあったんだけども、それはすごく例外で、まあその子との間、もう二人の間の秘密みたいな感じで、でやっぱりずっと好きな子がいたんだけども、好きな人に好きって言えないとか、仲のいい友達に好きな人がいるって言えないとかっていうのはずっと悩んでて、で大学の時4年間が一番悩んでたんですね。うん、でなんかすごい思い出したんですけど、今そのやっぱ自分でなんかおかしいって思って、で、レズとかホモっていう言葉を聞くたびに、なんかあもう怖い、その言葉を聞くのがすごい怖かった。なんか自分がすごい、まあ、なんか侮辱されてるっていうか、なんか自分はおかしいってことを言われてるっていうのが本当になんか今から思うと、まあ、今でも結構ホモとかレズってあまり聞きたくない言葉なんですけど、そういうのがあったんですね。で、なんだろう、私は村上さんと一緒でやっぱり場所を変えたことがすごいきっかけになったんですね。で、大学を卒業して大学院に行ったんですけども、まあ、パリに留学を1年したんですね。でそれがすごいきっかけっていうか、もう実家からも離れられたし、まあ、全然環境が違って、まあね、差別とかももちろんある国だけれども、まあ、日本に比べたら全然もう本当にオープンな国で、もう一気に開花しましたね自分のセクシュアリティがパリで花開きましたね花開いたそれは、コミュニティみたいなところに割と行ったって感じですか。ですね、でまずはもう入学、入学っていうか、そのソルボンヌ、ソルボンヌっていうところに行って、チラシを見つけて、ホモソルボンヌっていう、まあ、ホモソルボンヌっていう学生のサークルがあったんです。サークル、まあ、オモソルボンヌって言うんだけどそこにまず入ったんですね。そうで、なんか、まあ、なんかフランス語も全然できなかったんだけど、なんとか友達とか作ってちょっと彼女ができたりして、まあ、楽しくなったんですね。なんか本当に毎日カミングアウトしだして、それまで本当に悩んで誰にも言えなかったのに、一気にだ、そういう本当に場所を変えるっていうのは、まあ、別に海外じゃなかったとしても、うん、本当に一つのきっかけになるなっていうふうにはすごい感じてますね。うん、はい、でその後日本に帰ってきたりとかして。そうですね、まだ日本に帰ってきて、またなんかちょっとジュネーブで2年間いたりとか、うん、結構いろんなとこに行ったりしながら、うん、どんどん、まあ、少しずつですけどオープンになっていって、本当に仲のいい友達とかにはもうカミングアウトをもう当たり前のようにできるようになりましたね。それで今例えばこのイベントの告知とかには2011年よりレズビアンアクティビストとして本格的に指導とか書いてありますよねそれまで何をしてたかってすごい突然、もう本当出会ったの1月7日で、その1週間後のイベント一緒にやったりとかして、で、まあね、1ヶ月ちょっとしか経ってない段階で今こういうことをやっているんですけども、うん、ちょっとびっくり。何があったのかって感じですよね。うん、でもなんかあれですよね、直前に両親にはそのことを話してるんですよね。ですね、両親とは、10年前、そのちょうど私がパリで、うんうん、楽しんでいる時に母親が一人乗り込んできまして、パリに、うん、何かと思ったら、あなたがなんかそのなんかホモセクシャルなんじゃないかと思って、気が気がじゃなくてそれを聞くためにパリに来たみたいな修羅場があったんですよ。でえっと思ったけれども、ま、本当に親にカミングアウトなんか全く考えてなかったんですけども、わざわざパリまで来た母親をに嘘はつけないと思って、うん、もうせざるを得ないカミングアウト
で、まあ、それでやっぱり私もその母親からすごい、母親もすごいそうかなって思ったんだけど、本当に言われたらすごいショックを受けて、なんかもうパニックみたいになっちゃって、すごいことやっぱり言われたんですよね、ここで言えないぐらい、いやその時私もすごい傷つきましたし、2人でも泣いて1週間泣いて過ごした、1週間もいたんですよ、その後も初日にそんなことがあそう、なんかすっごい気まずかったですね。でも気まずかったんだけど もう無理してその時に付き合ってたフランス人の女の子を紹介して、一緒にお蕎麦屋さん、パリのお蕎麦屋さんなんですけど行ったりとか、なんかちょっとでもやっぱ きつかったですね。でそれがあって、それが大体10年前なんですけど、2010年の秋にもう一回話すまで、もうほとんどその10年間まあタブー、親との間でタブーになっちゃって、私も話すのを避けていたし、まあ、その間にいろいろちょっと荒れてた時期とかもあったんですけれどもまあでもそれも親もあんまり突っ込まなかったし、お互いに話さなかった。だけどやっぱり、まあ、去年1年間かけてまあ、こういうアクティビストとか、まあ、自分が徐々にオープンになってきたから、まあ、その自分のできることをまあ、若い人とかにどんどん伝えていきたいなっていう気持ちが大きくなってきたんで、それにはやっぱりその匿名でやっててもあまり意味がないのかなっていうふうに自分は思って、だったら顔の名前も出していきたいなっていうふうに思ったので、まあ、親と両親ともう一回話そう、まあ、再カミングアウトみたいなのをしようっていうふうに決めて、それで11月ぐらいに話せたんですね。そしたらなんかあっけなくていいんじゃないみたいな感じだったんですよ。だから親も10年間の間に、まあ、ちょっとなんていうのかな、変な言い方、諦めたっていうか、諦めっていうか、そのやっぱり、3人兄弟で兄と弟なんで、まあ、女の子1人なんで、いろいろね期待してたこともあったと思うんですけども、どう見てもこの子はそうじゃないっていうことがなんか時間をかけて分かってきたのか。そうじゃないっていうのはだから男の人、そうですね、そうそうそう、うん、男の人と、うん、まあ普通に世に言われる普通に結婚して子供産んでみたいな、はい、でもやっぱり10年前は自分もなんかそういう語る言葉がなかったんですけども、今回は両親と話した時に自分は子供を産みたいと思っていると、ただし今相手はいないというふうにも言いながら、だからこういうレズビアンだからって子供ができないとか不幸になるってことはないんだよっていうのをまあ説明したりとか、お酒を飲みながら温泉旅館で3人でだからそういうのを経てやっとなんか自分の中でも踏ん切りがついたし、本当に覚悟ができたっていうのが去年の秋ぐらいなので、突然出てきたっていう感じなんですよね。突然来ましたそんな感じですかね。はい、ありました。じゃあどうぞ。はい、はい、じゃあ今思春期の頃の話とか、それをどうやって乗り越えてきたのか、で今そしてこういうオープンな活動をされてるっていう話を聞いたんで、後半では、これから、まあ、もし、現在例えば何かぶつかってる問題があったりとか、それとか、まあ、今後、こういう活動をしていきたいとか、そういうことをまた皆さんに聞いていきたいなと思います。じゃあまた村上さんからお願いします。